ひふひふ、俺様バイキンマン。今日はこのアンパンマンの影絵で遊ぼう。影絵、みんな答えられるかな。さあ一緒にやってみよう。ではスタート。まあみんなね、この動画最初なんでレベル1からいってみよう。レベル1。第1問、このシルエットは一体誰かな。1、長ネギマン。2、ポッポちゃん。3、ロールパンナちゃん。長ネギマンにしては丸っこいな。ポッポちゃんにしては四角くない。丸い。ってことはみんな、わかったかな？そうそう。答えはこちら。ロールパンナちゃん。正解かな？正解かな？押してみよう。正解！みんな、おめでとう！じゃあ次、第2問。あ、なんか可愛らしいシルエット。1番目は、ポッポちゃん。2番目は、ホラーマン。3番目は、赤ちゃんマンと来てるが、これは一体誰かな？ポッポちゃんにしては四角くない。ホラーマンにしては耳が生えてるな。赤ちゃんマンかな？さあみんな答えてみよう。赤ちゃんマンが多い。ってことで赤ちゃんマンを押すぞ。あ、正解！おめでとう、おめでとう。じゃあ次、第3問目だぞ。一体どんなキャラクターがいるのかな、楽しみだね。行こう。おお、なんかグローブみたいな感じだな。じゃあこのシルエットは一体誰かな。1、食パンマン GO。 食パンマンの車だな。次、ハンバーガーキッド。ハンバーガーの形はしてないな。次、クリームパンダ。このなんだろうな。でもまあこれは何と思う。よし、クリームパンダ押してみよう。クリームパンダ正解かな。正解、おめでとう。次、第4問。なんかキノコみたいな形をしているな。誰だろう。1、食パンマン。2、焼きそばパンマン。3、ハンバーガーキッド。さあどれかな。もうこれはわかるよね。1番、食パンマン。いくぞ。正解、やったやったぞ。さあ次は第5問だ。このシルエットは一体何かな。宇宙船みたいな頭をしているな。1、ハンバーガーキッド。2、釜飯丼。3、クリームパンダ。一体何かな。ハンバーガーの形はしてないし、クリームパンダ、クリームの形もしてない。ってことは、そうそう、これだ、釜飯丼。やったぞ、正解した。じゃあ次は一体何かな。あ、なんかちょっと難しいぞ。こちら何かな。触角が生えているね。じゃあこれは何だろう。1、長ネギマン。2、ジャムおじさん。3、アリンコキッド。なんだろうな、これは。長ネギマンにしては長くない。ジャムおじさんにしてはふさふさの髪の毛とかないな。顔丸っこくない。っていうことは、
そう、アリンコキットかな。アリンコキット正解した。やったぞ。さあ次は第7問。ん？なんかアンパンマンみたいな形をしているな。1、レアチーズ。レアチーズにしてはふさふさがないね。次、メロンパンナ。メロンパンナ、メロンパンナかな、丸っこいぞ。次、アリンコキッド。アンパンマンがないな。うん、これは一体何だと思う？そうそう、こちらメロンパンナちゃんかな。メロンパンナ正解。すごいぞみんな。さあ次、第8問。お、これは一体何だろう。これちょっとレベル高いぞ。1、カツ丼マン。2、釜飯丼。3、天丼マン。これは難しい。ちょっと数えよう。さあ悩んでくれ。一体何かな。俺様はこれは天丼マンな気がするな。よし、天丼マン押そう。やったぞやったぞ。ちょっと迷ったんだ。うん、これはよかったよかった。次、第9問。お、なんかこちら何か持っているな。鉛筆みたいな形をしている。誰だろう。1、歯磨きマン。2、鉄火のマキちゃん。3、鉄火の小マキちゃん。これなんだろうな。でも手に持ってるのはこれは歯ブラシっぽいぞ。ってことは、そうそう、歯磨きマン。やったぞ、正解した。じゃあ次は最後の問題だぞ。10問。これ一体誰かな。1、鉄火のマキちゃん。2、メロンパンナ。3、ポッポちゃん。角が生えて、俺様みたいに角が生えてるな。うん、さあなんだ。よし、みんなでせーので言おうか。せーの。よし、鉄火のマキちゃんかも。じゃあ行こう、鉄火のマキちゃん。やった、正解正解。ということで全問正解した皆さん、やった、正解率 100%。 じゃあ次はレベル2で会おうね。じゃあ勉強できたから皆さんこれをまた復習しよう。じゃあね、バイバイキー。